はい、どうも、ラッチステーションのラッチです。今日はメタショップスティックの方に挑戦していこうと思います。今、色がね、なさすぎたんで、急ごしらえでジャケットを着て、スイングの見栄を確保しようとしてるんですけど、いやー、爆発いいんで、今日はね、さっさと終わらせていこうと思います。参考にしたチュートリアルの動画は説明欄の方に貼っておきます。で、このトリックなんですけど、まず、チョップスティックで受けて、跳ねさせて、なんかフィギュアエイトレールっぽくやって、乗せて、抜く。糸を外してでチョップスティックっぽくやってマジックドロップ、はい、乗せる。はい、で終わりって、こういう技になってます。この技のポイントはチョップスティックっていうよりも、マジックドロップの方が重要なのかなと思います。リジェクションですね。ここはまあいいとして、はい、乗せたら、ここから親指を離して、スリングを伸ばすんですね。でここから親指でスリングを外すんですけど、ここのところヨーヨーの周りをグッと回して外すんじゃなくて、ちょっとだけスリングをビッて手前側に引いて、ボディに対して直角にスリングを当てることで外す、この技術をリジェクションというんですけど、このリジェクションを使って外すっていうところが大事になってきます。もうここのリジェクションと、はい、でこうした後のここでも、はい、まあ、マジックドロップみたいな感じの形のリジェクションなのかな、これは。ここもマジックドロップ的な動きをしてるんで、多分リジェクションが起こってるんじゃないかなと。こう動かして、はい、そうですね、ストリングがどういうように当たって外れてる、このマジックドロップのところ、まあ、この2つのリジェクションのところをしっかりできるかどうかっていうのがこの技のポイントですね。はい、というわけで今日の動画はメタチョップスティックを覚えてみましたという動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録と評価よろしくお願いします。他の動画もチェックしてみてください。それではラッチステーションのラッチでした。また明日。